今回俺と巨人の143日物語実況146回目は6月9日から始まる中日3連戦をプレイしていきましょう。まあ、今季は5勝1敗で勝ち越してますしね。そして現在中日ドラゴンズさんドブですからね。それももうこの時期に21ゲーム空いちゃってるっていうね、なんか悲しいね。でも同情とかそういうことは全くせずにね、この3連戦吹っ飛ばしていきましょう。この3連戦すべて出番設定でチャンスピンチでプレイしていきますのでね、早速1戦目。あら、今日は2番から7番バッターみんな調子悪いっていうね。どうした、なんかこの6人でなんかしたんでしょうね。先生怒られたんでしょうね、悪さしてね。あかんよお前、こんなみんなが調子悪いのね。もう先発は宮国で OK だな。宮国、マイコラス、小倉というローテーションに、まあ、なっていくんじゃないでしょうかね。で、打ってはね、とりあえず小林今日起用するわ、真中の代わりにね。でペゲロも調子悪いから今日亀井さん起用で。で、川端2番ね。まあ、この辺は変えなくていいでしょう。ちょっとひどいよ。いい加減にしておくれっちゅう話だね。そんな勝手なことすんな。みんなが調子悪くなるなんてなかなか珍しいのね。1試合目から大丈夫かね。まあ、いいでしょう。中日打線見たか、なんか強みを感じますか。あれが強いと思うやついます、いたら手挙げてくれ。よっぽど見る目がないんだろうね。もう負けないよこんな打線。もうネームからしてもう弱いのにさ、それ負けたら本当引退や。俺たち全員引退。もう巨人という球団この世からなくなるよ。さあいきなり一撃出たんじゃないでしょうか。巨人かい、これが名古屋ドームですわ。いやもう完璧に捉えてた。音を聞いたか、音やばかったでしょ。なんか割れた音したでしょ。でも言ってないからね。うそー、いや、あの音出た時ってホームランなんだけどね、大抵。マジか。いや、広いわ。本当にね。こんな広いとこでやるから、お前、中日からアヘアヘタンダマンしか出てこねえんだよ。狭くすればいいのね、ソフトバンクのヤフオクみたいにね。決断下す時やってきてると思うけどな。いつまでもここでやってたら、ちょっと選手はかわいそうだね。それお前、パワーヒッターが多いんだったらわからんこともないけどね。まあ、別に広い球場の方がそうやって育ちやすいとこもあるかもしれんけど、ただでさえパワーヒッターいないのね。こんな広い球場でやってたら本当育たないわ、まともに。弱い理由がなんか分かったような気がする。ただ今のでいかないのは本当つらいわ。会心の打球だよあれ。でいかなきゃどれ行くっちゅう話だよ。驚きやね、びっくりやわ。東京ドームに慣れてる分ね、ああ行って当たり前って感覚なんだよ。さあ今日初めてのピンチ。まあやっぱ大島怖いわな。唯一怖いバッターと言ってもいいかもしれない。いや簡単に終わるもんだね。全然怖かねえや。この男すらにも恐怖感じなくなったらもう恐怖の対象この球団にいないからね。誰が出てきてもウェルカムって感じだわ。こっちから歓迎するよ。さあ点がなかなか入らずピンチが来たね。5回バントで来るか。ああお前攻められたね。ランナー三塁にまずい失点のピンチだ。まあでもここ乗り切ればいいだけだからね。見てくれ、7番がこれだからね。点が入るわけない、言っときます。入ることはないでしょ。ないはい、アウト。さあこれで2アウトで、今度ね、という次ピッチャーでしょ当然ね、若松さんですから。まあ、ここはもう際どいとこにね行ってフォアボールでもいいくらいの気持ちで、まあ結果アウト取れたわ。危なかったけどね、足早いバッターなら内野安打もあったよ。まあ、ゼロですわな。先に失点するわけにはいきませんから。おいで1点入ったね。これもっと取っとこう。宮国どうする、代打はどうしようかな。7回投げてほしいんだよな。中継ぎがポンコツなやつ多いからね。ここはちょっと宮国そのまんま行くわ。打てるしね。なめんじゃねえ。犠牲フライギリくらいなら簡単に宮国も打てるよ。まあ、1点差ということでね、代打送る方がいいとは思うんだけどね。やっぱ中継ぎが怖いから。コージ上原ですら今季はやばくなってんだから。うわーまあ代打送ってないからこうなるわな。いいんだよ次の坂本で点取るからね。うわーもう1球で終わったな。しょうもねー、頭貫通してそれ取るのいい加減やめろよお前。グロいことになってんぞ現場は。あいで1点取られたわ。はあ結局意味ない。宮城に変えておいた方が良かったっていうね。代打送っておいて点入れに行った方が良かったっていうね。いろいろガバガバや。でもええわ、点取るからね、すぐね、取り返すからね。オッケー、逆転だよ、勝ち越しなよ。
ですかも。絶対1点入れる。絶対です。100% 入るんですね。またよしさん絶不調だしね。タイピンチにも弱い。こんなピッチャーをこのシチュエーションで出すほど中日は弱ってんのか。かわいそうになってきたな。1戦目くらい負けてあげてもいいなんていう気持ちは全くないからね。いや前の横浜戦負け越しで終わっちゃってるからね。このカードを負け越しでいくわけにはいきませんから。フォアボール、ランナー満塁だ。でバッター松本、ワッツ守備固めか。はぁ、にしても早いけどね。いや、誰行こうかな。阿部行くわ、阿部とりあえずね。代打代打代打頼ますよ。もう犠牲フライで十分ですから、とりあえず勝ち越せれたらいいよ。どうだどうだ、これは浅いような気がするが、ファルゾーンで取るか。いや落ちたね。うわ入ってんのかい。嘘でしょ、ボールじゃん、高いじゃん。面倒な感じになったぞお前。おお、ぶねえ。これボールでこっちストライクは意味がわからん。その差何なんだ。フルカウント、押し出しもあるねこれ。はい、押し出し。言ったじゃん、絶不調のピッチャーをここで出そうと中日は弱ってんのかっていうね。それ点入るよ。もらったな、一気にもらったなこの試合。ちょっと中日相手に手こずりすぎな感もあるけどね。あ、ホームアウトか。あー、でファーストは、あー最悪だなこれ。さあよこい、今日は絶好調だ。どうだ、抜けろ抜けろ抜ける。よーし、えらくシフトがね、なんていうの、今結構ファースト寄りだったのかな。あそこ空いてたからね、普通なら取れそうな感じするが、いや別に特別なシフト敷いてたってわけでもないんだね。そう、いやもう宮国ここで交代よ、ね、十分な仕事はもうしてくれてますから。誰行こうかな。いや調子悪いからねみんな。まあここはペゲロでいいんじゃないですかね。エルドレッドでも良かったような気がするけど、ストレートはボール、まあどっちしろ打つからいいんだよ。さあ次の投球、危ない球、第3球を投げた、ボール。おい、もうあかんわ、あかんあかんか。また試合変えんと大変な目に遭うぞ。敵からの忠告だねこれは。第5球投げました、変えた方がいい、こうなるからね。わー、もう野球じゃないねこうなったらね。かわいそうだけど、もうあいつは再起不能でしょ。今ので何かが割れたような気がしたよ。その音が俺に聞こえた、パリンとね。心のお皿がパリンと割れたでしょ。まあいいわいいわいいわ、この回3点取りましたからね。 OKOKOK、 ちょっと待てよ、守備固め。これどんな守備になってんだ。これ外野中に守ってるってこと。いやいや、セヌまでいいやん、意味がわからんね。なんかこだわりがあるんでしょうかね、なんで中入れたし。まあ守れないことはないけどね。よっしゃ、んで最終回を抑えてゲームセット。頼むよ、小路上原。ピンチは、もう、小路上原もこれだよ。お前も嘘だろ。1点差でこのピンチだからね。それでノーアウトだからね。もうあかんわ。引退の時や。もう誰も止めへんわ。もうどうぞ引退してくれって感じだね。あかんあかん。もう限界来てる。無理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 。もう無理だ。お前この試合ぶち壊ししたらマジで小路上原でも関係ねえ、2軍行きだぞ。このシチュエーションでこいつバントしてくんねん。うーわ、もうバントされた。ランナー三塁に。でここでお前チャンスに2割9分で通常3割1分なんでスタメンで使ってねえんだよ、意味が分からん。抑えるしかないでしょう。お前サヨナラ負けは一番あかんぞ。わかん、絶対打たれると思う。うん、まあでももう勝負だね。当てて当てて、よし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 、これで2アウト。さああと1つ取るか打たれるかな、どっちだろうね。いやもうここピッチャー変えます変えます、スタミナ切れかけてるんで。ここはもう森福行くわ、左キラーの森福ね。こういうとこでしか使わないんだから俺最後森福に託すよ。防御率12点台ですけどね。気にすんな、そこ目閉じろ。今日は調子いいんだ、いけるっしょ。いやもうここで森福さん打たれたらもうちょっと2軍行きね、あんたね。またね、1年まともにシーズン通して戦ったことないけど、背抜かいしとけよ。まあ抑えるから大丈夫だよ、外野前進。初球スライダー、おっと1球で抑えた、さすがだね。これだよ、はい、スモリフクナイスだね、よろしく。まだまだ1軍で投げてもらうよ。ただこれだよ、このスコアになる。なぜ上原が打たれたから。もうこれはね、引退はもういいでしょ、止めません次はね。はい、
まあ、これで宮國がリーグ最速の10勝目、まあ、からくりはあるけどね、何度も言ってますが、これは10勝中6勝が中継ぎでの勝利ですからね。先発で挙げた勝利は 4-3 ですからね。いや、それよりもショックなのは、お前、あのみんな、上原がもうダメなことだよ。たまたま今日の試合打たれたってわけじゃないですからね。もうずっと、今季始まってから。ここまでは防御率も良かったんだけど、それすらもちょっと悪くなってきてるからね。いや、もうちょっとね、あかんわ。次、またこういうことがあったらもう、まあ、レジェンドですけどね。判断を下していかなければならないでしょう。1球セーブ達成なんだね。それは良かったね。さあ、続いて2試合目でございます。チャンスピンチでプレイしていこう。今日の先発はマイコラス。上原今日ちょっとオフにしとくわ。もう無理でしょ、今日に関してはね。体力もないですし。もう最悪だ、本当に。今日はああいう展開にならぬようね。柳田が絶不調か。うわー、打率3割も切ってるね。何が取って正解だよ、これ。取ったの失敗かもしれんぞ、わざわざ大金払ってまでね。いやいや、柳田がこんな成績になったらあかんわ。今日スタメンから外す。ライト、中田翔でいこうかな。ファーストエルドレッドで。3番陽大か。5番に、だね。エルドレッド。ほんで、キャッチャー小林の方が今日調子いいんで、小林起用でいこうかな。うん。打率逆転しそうだね。真中が3割3分9厘で、小林3割2分9厘ですからね。打率までも上回ったら多分ずっと俺は小林を使い続けるね。今んとこね、打力では真中が勝ってたから、この併用しながら使ってるけどね、小林が打力で上回ったらもう真中使う意味ないですから、バックアップ要因だね。守備力ではもう完全に小林の方が上なんだ。ちょっと嬉しいな。小林がこんなん活躍してくれるっていうね。さあ、初回から2点が入ったぞ。ありがたいけども、さっきの試合展開見てるとね、この2点はまだまだ危ないでしょ。おピンチですけど、ピンチじゃない、ランナー2人いますけどね。おバッターがピッチャーなんだ。もう一回言う、バッターがピッチャーなんだ。わかるでしょ、あと言わなくても。はい、アイルがと思います。こういうことなんですよ、普通のセカンドフライなのね。どこ行くどこ行くどこ行く、打球がどこに行ったかわかんない。はい、バッカでーす。取れるのに逆の方行こうとするというね。はい、もう一回言いますわ。バッターがピッチャーなんで、打たれました。はい、残念。バカじゃないの、ほんと、クソだぜ。ええわ、もう今日の試合負けで。もう負けでいいですよ。今日勝ったら負けでいいわ。勝ったけど負けでいいわ。そういう、もう記録員よろしくね。先に伝えとこう。スコアで勝っても負けでいいと。今日のスコアは、5対2で、ね、巨人が勝ちましたけど、中日の勝ちですっていう、意味不明なアナウンスが流れると思うよ。試合終了後にね。え、何言ってんの、この人みたいなね。野球ってなんだっけってなっちゃうと思うな。ひどい。真ん中守備しかできん、俺は。ああ、またピンチ。いや、マイコラスはね、ランナー三塁のピンチが多いんで、こういうスコアで。もうこうなるでしょうね。いや、ピンチはピンチでも、イメージが悪すぎるんで。ランナー二塁とかだったらね、そこから抑えれるかなって感じはするけど、こういうスコアで、カウントで、ランナー三塁にいたら、もう絶対1点入ると思うじゃん。はぁ、正面の打球だろ、なんで毎回動くねん、横へ右へ左へ斜めへ、バカじゃないの。いや、俺がやってんだけどね、全部ね、全部俺がやってることだからね。これ正面の打球だ、何してんのこいつ、どこ飛びついてんねん。もう逆転ですよ、終わったね。言ったでしょ、今日は負けでいいって。あんなクソ守備いきなり出たんだから負けでいいよ。負け以外は何者でもないわ今日。もういいです、いいです、いいです。こうやって落ちる試合でいいです。オッケー、はい、5点。終わり。もう終わり。はい、7対2、負けです。いいんです、今日はこれで。さあ、3戦目、気を取り直していかないとね、あんなクソ試合にもうしちゃダメよ。もうチャンスピンチでプレイしていきますから、1勝1敗できてる。今日も負ければ、お前2カード連続の負け越しだ。で、中田と柳田が調子悪いっていうね。もう柳田に関しては今日は起用しましょう。エルドレッド起用でいくわ。中田今日外す。エルドレッド4番でね。それ以外はどうしようかな。いやもう、柳田も調子悪いし外しとこう。セヌマ使うわ。ほんで3番陽大館、5番に川端、セヌマ6番。でいいかな。じゃあこのベストオーダーで最後戦っていきましょう。柳田中田は今日はスタメンから外しましたが、その結果どうなるかだね。今日負け越したらほんとしょうもない負けが続くぞ。ね。ゲーム差があるからリーグ1位でずっといられるなんて思うなよ。油断したらすぐ逆転されるんだ。そもそも、広島とはそんなゲーム差ないからね。さあ、いきなりチャンスだ。絶不調の2人を外したらこんなチャンスが来たからね。いいね。あの2人外してやっぱ今日正解だったよ。
まあ、ええわ、1点は入ったしね。ええやで、突っ込むなよ。何も言うんじゃねえ。どういう形であれ、1点は1点だ。そこは喜ぼう。さあ、先発の小倉がこのようなピンチを招きましたね。分かってたよ。打たれるなって、ね。はいはいはい。予想通りです。今までがうまくできすぎてただけ、こいつはね。努力考えたらこんな簡単に打たれるようなピッチャーだから。おお、弾き返された。ああ、一気に逆転されそうだな、この試合もね。なおもピンチが続きます。バッターは6番赤坂。ジャイアンツ。なんでこんな打たれるんだろうね。第3球。フォークボールによってストライク。で、終わってどうぞ。追い込んでいます。打ちました。しなんとか。1点のみだね。まあ、でもしゃあないですから、これはね。すぐ取られました。後続は抑えてくれると信じましょうよ。さあ2点目取りに行くぞ。また陽大館のところでチャンスか。どうだ、ファーストここダメだ。なんで4番エルドレッドで中田外してエルドレッドにした結果、最高の結果が出たらいいんだけど。1打席目はヒット打ってんだけどね。ここだよ問題は。ここで打たなきゃ意味がない。4番じゃない。投球は3球目投げた、アウトコース高め、ボール。バッターよく見ました。カウントは2ボール1ストライク。あーい、どんなの打てまへん。肩越しにランナー見た。危ない球。ストレート、ストレート生きてるね、決め球。あー、ここもストレート。最後までストレートか。変化球待ってたんだけどな。強気のピッチングだね、大野。得点圏に。そういうピッチャーだったっけ。あー、2点目入った。負けるよ、負けるんだけど。早くチャンス来い。あー、やっぱ小倉ダメだ、あいつダメだ。追加点のピンチです。打たれまくり。よーく止めた、ビッグプレイ。今坂本で取りに行ってた内野安打もあったからね。よく止めたよ。さあ早く逆転するんだぞ。じゃあ来た。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で川端、今日はセカンドゴロとピッチャーフライ。こんなカード負けたらあかんわ、ほんと恥ずかしい。何もまたゲッツーかい。もう何がしたいねん、マジで。このチャンスでよ、もう負けでいい。今日も負け、いいです、いいです、もう十分だ、負けで OK。 クソ試合だ、ありがとう。2戦続けてクソ試合だ。クソ守備出るわ、クソみたいなゲッツー出るわ。もうええわ、シンプルに負けでいい。今日も勝っても負けでいいと思う。そもそも勝てないと思う、ね。無理。第2球打ちました。ピッチャーに対してこんな打球打たれる、危ねえよ。頭越えてたらヒットだぞ。さあチャンス、もうここはゲッツはないと思うんでね。おっ、うまく打った、落ちるね。よー、集中感、同点だ。でスリーベースいけるんちゃうか、スリーベースいけるんちゃうか、いけるね。よっしゃ、いこう。もらった、スリーベースヒットだ。プロ初じゃないかな多分ね、この選手。いい場面で出たよこれね。前進守備で来てたからかな。さあ森君当たり前大打っすよ。ここは誰で行こうかな。真中行こうか。亀井調子いいけど左にあまりそんな強くなかったんでね。まあ、右の代打送りたかったんだが、中田翔が調子悪いからね、ちょっと送れないよね。おい、スリーボール。ちょっと待って、ファーストランナー出るとゲッツー打ちそうなので、もう真中でなんとか取りたいわ。よし来たー、オッケー、真中で打って逆転成功。よっしゃー、クソ試合から一気に楽しい試合に変わったぞ。いい場面で出たねこれ。さあ問題はここからで、田原という、ここで当然出てくるわな。リード時登板ですからね。で柳田がライトに入ってんのか。キャッチャーもあーべーだ、もうダメだわ。小林も真中もいないんでね。もう本当に毎回勝手にキャッチャーやるけどさ、やめてくれねえかな。フリーパス状態になるんだよ、あんたがキャッチャーするの。さあ柳田の助け回ってきた。うわ、これもフォアボールちゃうの。逃げてるね。うわ、もう得点圏だからって柳田から逃げんな、お前。相手ボンズじゃねえんだからよ。柳田だぜ、打率2割9分1厘だぜ。もう大したことない、過大評価しすぎだよお前ら。ねえ、俺らのもっとグイグイ勝負いくけどね。出てる数字を見ろよ、数字通りだよ本当に。その程度のバッターなんだよ。3割も切ってホームランで特別多いわけじゃない。第3球を投げた、
おっしゃ、ほんで阿部がよーし、なめんじゃないね、はあ、衰えた阿部と勝負した結果打たれるっていうクソ無様な展開になりやがった。ダッサ、どっちがクソ試合だねえ、お前らにとってのクソ試合だよ今日はね、俺にとってのじゃない、俺のはさっき出たからね、今日はお前らにとってのだ。うわー、俺がこのチームのファンなら発狂もんだな。ねえ、柳田と勝負避けた結果阿部に打たれるというね、何やねんそれって、左なんだから柳田と勝負しないと、いやもう逃げたものに明日はないからね、うん、何もないですよ、何も残らない、そんなやつにはね。さあでもこれ不安なんだよな、これ9回ね、上原出てきますから、浩次上原よかった、今日はしっかり締めてくれたね、勝ち越しでいくことができたよ、まあ、決勝点のね、マラカのタイムリーもそうですけど、柳田との勝負を避けた結果のあのね、阿部の一撃、いやスカッとしたね、いやスカッとジャパンじゃんこれね、採用してくれないかな、採用しないか、全然スカッとしないからね、チャンスでクソみたいなゲッツ打ってますし、ね、都合の悪いことただ俺忘れてるだけだからね、あゲッツクソみたいに打ちまくったので全然スカッとしませんが、まあなんとか勝てたんでね、よかったでしょう、上原も最後はしっかり抑えてくれたよ。オッケー、じゃあ今回の実況はこれにて終わりにしたいと思います。次回の実況はね、広島戦をプレイしていきます。久々の対決になるわけだが、まあ、今季は5勝1敗で勝ち越してこそはいるんだけどね。まあでもその差今 3.5 ゲーム差しかないわけだからさ、ちょっと気を抜いてね、やられると一気に差詰められますから、詰められないように、まあ、しっかりと勝ってね、もっとこの差を開けていきたいと思いますので、次回のね、広島戦お楽しみに。ってなわけでここまで見てくださったみんなありがとう。グググググバイ、またウォー。